ナス平成の森触れ合いの森ナス平成の森ナス平成の森は2011年に栃木県那須町の飯森山東南緑の日光国立公園内に開園した自然公園、遊歩道、フィールドセンター等の総称である。ナス平成の森のある場所は1926年に開かれたナス御用邸の敷地内であり、長い間皇室の保養地として使われ一般人は 立ち入れない場所であった。観光客が立ち入らず、バブル景気時の総合保養地域整備法によるリゾート開発の波にもさらされなかった日光国立公園内の森にはブナの自然林といった豊かな自然と希少種をはじめとした動植物の生態系が残されていることが1997年度から2001年度まで行われた栃木県立博物館による調査によって 確認されていた。また、登山者以外が立ち入れない渓谷には、小まとめの滝という、幻の滝も存在していた。これらの豊かな自然環境を保護しつつ、国民が自然に直接触れ合える場として活用しては、どうかという秋日と天皇の意向を受けて、在位20周年という節目の機会に、那須御用提用地のおよそ半分にあたる。 約560ヘクタールが区内庁から環境省へ移管され、一般開放に向けて自然環境のモニタリング調査やフィールドセンター等の施設整備や遊歩道などの整備が進められ、2011年5月22日に開園した。ふれあいの森小まとめの滝那須平成の森フィールドセンター那須インターチェンジより、那須街道を那須岳に向かって上り、 摂生石を過ぎた地点にある総合案内施設。那須平成の森の開園に合わせてオープンした。電気自動車用の急速充電器が設置されている。路線バスでも訪れることができる位置にある。近隣には、那須湯本温泉、摂生石、八つ津じ群落、津じ釣り橋などがある。那須平成の森、那須平成の森フィールドセンター、那須高原ビジターセンターともに、 新しい施設のため、古い地図やカーナビゲーションシステムには記載されていない。カーナビゲーションでナス御用邸として検索される場所は御用邸の入り口であり、一般開放されたエリアの反対側に位置し、関係者以外は立ち入り禁止である。ナス平成の森ではサイトからアクセス方法をプリントアウトして持参することを推奨している。ありがとうございます。